はい、皆さんこんにちは。今回も戦乱神楽エスティバル VS 続きからやっていきます。とプレステ4版にしました。あの黒のモヤもねなくなったんでね、多分プレステ5で無理やりにやったからちょっとダメだったんかなと思いまして。どうしてだよアスカ、こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろ。相変わらずやね。ああそうか、頼み方の問題なんだな。では改めて、うん、お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。本当にカツラギはもう変わらずいいですね。アスカダメって、今の頼み方でもダメなのか。安定のセクハラやからな。頼み方の問題じゃなくて嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら自分のを触ってればいいじゃない。そうだよ。見損なうなアスカ、あたいが自分のおっぱいで満足するような女だと思うのか。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞヒバリ。気をつけるね、野球ちゃん。やっぱ変わってないね、デザインが。キャラデザというか。くそ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。お、怒るが。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらコツネ、ヒバリの肩なら揉んでいいよ。なんだって。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。なんでいいやないか、肩でも。ひばり、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。まずいな、ちょっとこじらせてんな。や、野球ちゃん鼻息が荒いんだけど。ひばりラブだからな、野球ちゃんは。あ、安定の光が。あたいの願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。おっぱいの神様やばすぎ。カツネ、何言ってるの。どんどん光が大きくなっていくから。アスカ、見てみろ、お前の後ろの光を。どんどん大きくなっていく。何ですかこの光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。ひでえな。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を出現させたんだ。おっぱい好きすぎやろ。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜみんな、あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。相変わらずサルだな。ガラッガラないよ、ヒャッホーの声が。はい。みんな大丈夫？怪我はしてない？はい、皆さんなんとか無事みたいです。でもここは一体。ビーチみたいだけど。いや、あとはもうホムラグレンタイやな。季節も夏になってるさ。うん、明らかにおかしい。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あ、そういう捉え方もある。課題が言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。準備がいいな、カツラ。待ってみんな、それどころじゃないよ。あっちから殺気がする。しかもかなりの人数です。いや、めっちゃ多いっすよ、エスティバルバーサス。あの人たち、忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。そうだな。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな、行くよ。まあでも使うのはアスカやな。全員こうバランスよく使っていくんかな。よし、
トロピカルビーチヒル。おお。いいねー。おお。ほう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 。こういうチュートリアルなかったぐらい。壁切り、四角屋さん、こうスポットで。すごくない？あれ違う。あ、これよね。はい。これすごいな。当たんない。これもすごいけどな。これじゃダメなのか。まあいいや、これでいこう。これ500連戦。いや、すごい。はい。いや、すごいよ、本当に。これ宣伝戦言ってくれるんかな。その前に倒しちゃうか。だな。あ、こいつらもいたね、バーストリニューラルの時に。変身しようか。あ、違うね。ここは一緒か。はい。あ、いた。やりよる。なんかめんどくさくなってね、こいつら。こうやって攻撃して落とすんだ。半蔵流乱れ咲き。いやー、やっつえ。入った。このボス倒すと、ボスに倒すと巻物が落ちるの。うわ、毒食らったんだけど。大したことなかったね。うん、いつものポーズ。いつものポーズっす。というか、バーストリニューアル発売、発売する前の作品これやからな。なんとかいうアスカさん。どうして皆さんがここに。再会。騒がしいと思って来てみたら、これはますます気が臭くなってきたな。
みやびを再会。ゆみちゃん、それにみやびちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか。もういきなりで抵抗する間もなかったよ。みやびさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。一体何が起こっているのでしょうか。何なんでしょうか。わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。まあ何かしら裏があるやろうな。あと多分グレンタイも呼ばれるんじゃないかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これはリョウビさんとリョウナさんの匂いです。紫炭治郎来たね。え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの。ちょっと事情があってな。いや、仲良くなってんな。二人もここに来ていたのなら話は早い、うん、早速合流するとしよう。いい感じ。でもユーランだな。おお、いいね。うん、オムラはどこに行ったの。グレンタイ来た。ヨミの衣装やばくない。オムラさんなら寝てるで、起きてると腹がすくからって言ってたな。肉料理食べさせてあげてよ、ホムラに。臨時収入のおかげでこんなに肉買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんでヘッドセットがなくなったんだよ。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。いや、むしゃむしゃ寝かせておいてあげましょう。むしゃむしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、美味しい？相変わらずですね。美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。でもホムラたちはあれよね、カグラを目指すんよね。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままだと空腹で倒れてしまうで。おや？おや？あ、やっぱり出てきた。あれは何でしょうか？何か不思議な光が。ルミちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いやいやいや。え、これは幻覚なんかじゃ。あれ？私にも見えちゃってるんだけど、何なの？この光。いやー、なんか日陰のこのセーター姿いいよね。ホムラ。ホムラ本当可愛くなったよね。そのまま行くんかい。踊り子号。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、未来その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。うん、バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来夢でも見てたんじゃないか。それはホムラだろ。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢か。もしかして私が夢を見ているのか。いや、紛れもない現実です。ならば肉よ、いるよ、たくさんの肉よ。出ておいで。出ておいではやばい。肉たちをお願いだから、出ておいで。ホムラやばいな。一気にアットホームになりやがった。ホムラちゃん、
残念ながらこれは現実よ。バーストリニューアルの時のホムラと全然ちゃうで。なんだと。皆さん誰か来ます。あ、ここも来るね。えらい先やな、わしらとやり合おう言うんか。またチュートリアルあるのかな。やるしかない。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で応える。それがオムラグレン隊だからな。グレン隊ってかっこいいよね。抜け人の集まりやけど、そう、この4人はねオムラについていったよね。いいよね。さあ、野草に導かれて毎順次よ。お、かっけえ。いくらでも相手になってやる。おい、忍び玉を所有した状態で三角を押すことで、はい、よくいつで。あ、なるほど。よし、よし、来たぜ。受けてみろ。はあ、はあははあ。あんま使わなさそうだけど大丈夫そう。 あそこにもあるね。あ、でもいけないか。モブラ可愛くなってね。いやもう忍びバーストする時からそうだけど、ほんと変わったよね。なんかいや、いいよ、そういうの好きよ。なんか極秘資料とかそういうのないのかな。よし、30秒間なんだ。電撃属性、氷結属性状態で発生すると10秒間。いくらでも相手になってやる。よし、くだれ。こいつで。おお。よこいつで。あ、違う。よし、よし、こいつで。よし、ふん、遅い。よし、こいつで。あ、難しい、当てるの。よし、猛毒忍び玉。こいつで。よし、そう、氷結。こいつで。よし、うわ、めっちゃ。よし、よし、よし、火炎。こいつで。火炎はさっき使ったか。よし、よし、よし、めっちゃ落ちるやん。よし、この巻きもん。よし、こいつで。よし、よし、こいつで。うわー、すごい。よし、こいつで。うわー、これは面白いね。こいつで。よし、気持ちいいぞ。よし、うわ、いっぱいだ。よし、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 こいつで。よし、くらえ。デイチェス、受けてみろ。逃がすか。はいはいはい、よいしょ。いやー、おもろいね。いいね。当然だな。ここは一緒やな。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。 BGM がホムラちゃん。あ、ここで再会。アスカ、それにユミ、ミヤビも集結。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。とユミもほんと柔らかくなってんだよな。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたんだ。そうね。さ
そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ？この声はまさか。確かバッチャンだったよね。いや、DJ どうなってんだ。ちゃんと揃ったようだね。若き忍び学生の面々が。バッチャン。バッチャン。あの方はアスカさんのおばあ様なのですか。なんでこんなとこおるやろうね。バッチャン、心配してたんだよ。そう。こんなところで何やってるの？どうして家を出て行ったの？ここに集めた理由にも絡んでくるからね。どういうこと？まあ、ばっちゃんも忍びやろうな。どうした？みやび。バカな。ありえない。え？どうしてお前がここにいる？私の目の前で死んだはずなのに。リョウキ。リョウキ。おう、そうやんな、戦ったもんな。ただいま、みやびちゃん。そう、天使の輪っかついてるから。そしてみんな、陽気お姉ちゃんが帰ってきました。そんな 軽い感じでいいの？絶対仲良くしてね。役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。なんかオールスターって感じやね。祭り。お、舞台が変わった。いい評価だな。感謝。あざっす。うわ、めっちゃいいホムラのなんかイラストというか。神楽千年祭にようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。うん。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。何でもありやな。死んだ忍びが生き返ってる。さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあ、お主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。この二人っていつもイチャイチャしてるよな。もう彼氏彼女みたいな感じ。私だって怖くない。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。ホムラツンデレやからな。死んだ忍びか。なるほど、だから病気が。もしやおじい様は。黒影おじい様だけど、どうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？うん、さあ、なぜかの。なぜなぜ。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさん、もしかして。それなら優しく接してあげないとな。先走りすぎや。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。絶対強いじゃん、ばっちゃん。ぶっ飛ばす？私を？ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。まさかの半蔵より強えっていう。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう見えてもわしは元神楽じゃからね。やばすぎ。
元カグラだと？ホムラの目標やん。元カグラだろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。とんだ迷惑やな。なんか戦乱神楽ってなんかやたらと迷惑なことあるよ。なんか無理やり連れてこられてさ、もうこっから出れませんよみたいな。とかなんかいろいろ急に因縁つけられたりとかさ、そういうのあるよね。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろね。でも悪くない島じゃろ。悪くない島だ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。おお。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？なんか洋画館って言ってたよ。さあねえ。さあねえじゃない。無断欠勤したらクビになってしまうだろう。リアルだな。あ、かわいい。てやんで、バイトクビになる？それが何だってんだ。廉価。てやんでいい。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて、カフー情けないったらありゃしない。な、カフー流。あ、うん、絶対違う。猛烈に本当っす。か、うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。っていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽三姉妹。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間、元の世界の時間は停止しとるんじゃ。なんでもありやな。バイトをクビになったりはせんわい。どうなったんだ本当に。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま、並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持っている知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花火。花火。私を年寄り扱いするとあんたでも無理ですからね。花火ね。すいませんでした、申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが私たちをここに呼び寄せ閉じ込めた理由は分かりません。それもしかしてばっちゃんは私たちにも夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで。なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているならそんなわけなかろうが。思いっきり夏を満喫できるからな。はぁ、バカマーでけえな声が。声がでかいな。そんなわけあるか。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。盆踊り。忍びの盆踊り。月仙、半蔵、蛇女、穂村愚連隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。ド派手に勝負する。ルールは簡単よ。ああ、それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。なんて呼ぶんだこれ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。カフリュウ、カフル、カフリュウ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。
か。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの。本当だよ。ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんが。なんて理不尽な世界だ。勝手に連れてこられて。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ矢倉を一番多く壊したチームには、おう、神楽への道が開かれるからね。おっと、神楽だと。これは願ってもないんじゃないか。ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか。それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界で様々な場所に変化させてあげるよ。いつもこの島だけだと気分も盛り上がらないだろうからね。すごいね。とにかくお前たち、ヤグラが最後の一個になるまで戦うがいい。結局戦う定めなんだね。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁。私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。レンカね。ビジュいいな。誰使うんだこれ。弓を倒せ。待ってよ。おっと、まさかのこっち側。一瞬ちくわに見えた。まさかのこ、え、弓じゃないけど。うわ、強キャラ感があるな。初めて使うガチの新キャラや。うわ、すごいな。はい。おー、面白い武器で戦うね。の、ここで弓か。鎮魂の夢に沈みましょう。ほほほほ。これでいいんか。いじつけ、危ないじゃないかい。眠りなさい、危ないじゃないかい。よし、うん、起き上がり攻撃。さっきやったの。撃たせて行けば攻撃してんだよ。カモン、逃がしません。いじつけ、予想してんだよ。はい、深く撃たせて行けば攻撃してんだよ。おお、大丈夫かこれ。変身。むずいな、はじき。今作は読めないな、動きが。おお、やる。
はいはいはい。はい。なんだと？やりよる。はい。いった。やっぱちょっと難易度が簡単な気がするな。バーストリニューアルに比べて。いやーいいですね、新キャラ。おかしいな、一人はたけてる。あんたたちなんかに負けたら私がスタるのよ。カフリュウ、カフリュウ。お前らふざけんなよ。今の勝負本当に全力だったか。手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのは実力のうち入るんだ。いや、みんなはだけてるやん。というかさ、やっぱりユミちゃんは感じてたんだ、この気配って。気配？懐かしくて暖かくて、わしたちがよく知っている気配。もしかして、まさか本当にそうなのか。え、絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、黒影おじい様、うん、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな、せっかくの喧嘩が台無しだぜ。なんかいろいろお祭り芸になってんね。一人だけはだけてるよ。おっと、まあ気持ちはわからなくもないけどよ。うん、どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわい。三神楽三姉妹行くよ。はーい。うっ次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。いや、いろんな癖の強いキャラがいますね。結構食らいましたからね。おお、用語入手。お、購買部入荷。響け魂の鼓動。んじゃあキリンで一旦ここで切ろうかなと思います。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。